パベル・セルゲイエビッチ・トンコフパベル・セルゲイエビッチ・トンコフは、ロシア・イジェフスク出身の元自転車競技選手。旧ソビエト連邦時代の1987年、イタリアのベルガモで開催された、ジュニア世界選手権自転車競技大会、個人ロードレースで優勝。1992年に、プロ転校。ランプレに移籍した1993年、ツールド・スイスで、区間一勝及び、 三学賞を獲得。二年後の1995年には、同レース総合優勝を飾り、三学賞も獲得している。また、1994年のジロでイタリアでは、ヘルニアの悪化したマウリッチをホンドリエストに、代わりエースとして、出場、総合5いに食い込んだ。さらにジロでは1992年、1993年に、新人賞を獲得している。 そしてスポンサーが、ランプレからチェラミケパナリアに変わった1996年、ジローを制する。第13ステージを勝利した後、ダビデ・レベリンからマリア・ローザを奪取。その後、第20ステージで、アブラハム・オラーノに一時奪われるものの、第21ステージの区間を2位でフィニッシュ。同ステージ終了後奪い返し、最終、第22ステージでも守り切って、 総合優勝を果たした。その後ジロにおいて、イタリア国籍以外の総合優勝者は、2008年のアルベルト・コンタドールまで出現しなかった。1997年から2001年までマペーに在籍。1997年のツールド・ロマンディオ、総合優勝。同年のジロでは総合優勝を果たすことになるイヴァン・ゴッティに第14ステージ終了後、 マリアローザを奪われるが、第3第13ステージまでは首位を守り、最終的に総合2位に入った。また、1998年のジロでも、総合優勝のマルコ・パンターニに続く、総合2位を確保。1999年は、ブエルター、エスパーニャ総合4位、2000年は、ジロ総合5位、ブエルタ総合3位の実績を残した。 その後は2002年のジロ総合5位の成績が目立った程度だったが2005年まで現役を続けた。ジロでは区間通算7勝、ブエルタでは区間通算2勝を挙げている。ありがとうございます。